圧迫骨折とは、外傷や、椎骨の弱まりによる椎骨の崩壊のこと。椎骨の弱まりは骨粗しょう症や、骨形成不全の患者、原発もしくは転移性骨腫瘍、感染による。X 線撮影では、くさび型に変形して見える。健康な人の場合は、射出座席のような垂直的な圧力がかかった場合に、起こる。 高齢者に起こる圧迫骨折のほとんどが骨粗症症に起因しており胸椎と腰椎の移行部の衰退に生じやすくくしゃみや腰をひねっただけ尻餅などの軽微な外力によって生じる。経費的椎体形成術の治療を受けた患者のレントゲン写真、ウェーバー、クリスティラウンズにトリートメントオブメトスタティックボーンディジーズ ジョン・ホプキンス・アースライティス・センター。2012年5月27日。閲覧。ボーン・インフェクションズ。メドライン・プレス。2012年5月27日。閲覧。AB 日本整形外科学会。脊椎椎体圧迫骨折特島県医師会。脊椎圧迫骨折と。後遺障害ハットカナップ。ジェニファー・エイ・ディナー。バリー・エム・ブリッツ。モーリス・リライテス。ジョージ・ P。 ロー、ブライアン。H、カルシトニンフォートリーティングアキュートペンオブ、オステオペロティックバーテブラルコンプレッションフラクチャーズ、A システマティックレビューオブランダマイズド。コントロールドトライアルズ。オステオペロシスインターナショナル16-1281-90ドイ。 10.1007-S0019800417988 プミド15614441クルメ大学医学部放射線医学教室整形外科24ページ天沢博医学初院者発行 ISBN 978から42億62万3825 福岡医学雑誌2007年9月 P337 から345、経費的追体形成術、脊椎圧迫骨折の早期疼痛緩和を目指して、聖露化国際病院放射線科。ありがとうございます。